今日午後、福岡市博多区で開かれた講演会は、女性の地位向上などを目指すボランティア団体、国際ソロプチミストが開催したものです。講演会のテーマは、輝く未来へ一歩ずつで、九州沖縄の女子高校生231人が参加しました。基調講演をしたのは、福岡県築上町出身で、テレビドラマの脚本家として活躍している大森美香さんです。大森さんは、ファイト、ドラマで未来を考えると題して、脚本家として活躍するまでの自らの体験を話しました。一番やっぱり私が必要だと思ったのは、空想力です。自分がこれからどうなっていきたいかっていうことを、もうふわふわふわみたいなものでもいいので、考えてみること。あと、自分の目の前にいる人が何を考えているかをこう考えていく。そういう空想力みたいなものが、一番生きていくのに役に立ったなと思っています。この講演会は、女子高校生が進学や就職によって将来の夢を実現するため、自分の能力や可能性に気づいてもらおうと開かれたものです。講演会の後にはグループに分かれて自分の得意分野を話し合うワークショップも行われました。